思ったよりもすごい、思ったよりも本当にすごいビジュアルで、なんか僕が作ってないみたい。ずっとしてきましたけど、なんか本当に今この瞬間が僕の一つのターニングポイント、はい、思います。もちろん早く日本の皆さんに見てほしいです。